何の御用でしょう。イルダ・エンリケスから情報開示の打診があった。通信では断りを入れたが、情報源は貴様だな。一つ交渉をしたい。交渉？人型アラガミを我々に引き渡せ。そうすれば真相のルート情報を開示する。それが果たされない場合、階段をこの船にぶつけろとの通達だ。それは交渉ではない、脅しです。聞かなくても分かっているだろう。バランの指示だ。階段がどのように引き起こされるかあなたは知っているはず。それを何とも思わないのですか。我らエイジが命を捨てることで階段は起こされる。腕輪に特殊なチップを搭載することでエイジを兵器化するバランの技術。バランはその技術を赤の女王に提供し、運用試験を繰り返している。それを語る言葉を俺は持たない。我らは命を懸けて戦うために存在する。賢明な判断を期待する。聞いていたのか。これは私の問題だ。私に任せておいてくれ。よっ、海域濃度、作戦行動に支障なし。皆さん、くれぐれもお気をつけて。これなら、さあ手順の通りに。やはりこの濃度だと視界が悪いな。
経過。こんなものか。今回はそれなりにできたかな。いいコンビネーションだったね。くらせ。ルルは？ルルさんの反応消失してますね。通信への応答もありません。どういうこと？なんだ？何かの冗談か？人型荒神はどうした？お前の大事な船を海域に沈めるってことでいいんだな？交渉をさせてほしい。これ以上の交渉の余地はない。ならば腐っても貴様は我らの同胞、捨て石となる覚悟があるようだ。何の話だ。奴は勝てない戦いに準ずる覚悟です。くだらん。
さっさと片付けて奴らの船を沈めろ。いいな。お前の覚悟見せてもらおうか。死ぬ覚悟があるのだろう。その覚悟バランの下で果たす気はないか。お断りします。クリサンセマムのみんなは私を初めて私として扱ってくれた大切な仲間。私は彼らのために戦う。この命の燃える限り。人の心を知ったな、ルル。私は早くその虫けらを潰してしまえ。俺は忙しいんだ。聞こえないのか。潰せって言ってんだ、その這いつくばった虫けらを。黙れ、うん、黙れと言っている。てめえ誰に向かって。己の全てをかけた力と力のぶつかり合いに部外者が口を挟むな。なんだと。ルル、お前の立ち筋見事だった。強くなったな師匠。バカな、所詮はエイジ。虫けら同士ここで仲良く消えろ。撃て。片付いたか。くだらん時間を過ごした。の師匠、なぜこのクソ虫どもが。撃て、奴らを灰にしろ。はいはい、残念ながらあんたの船の砲塔は制圧させていただきました。兄ちゃん、無駄に情報を垂れ流すのやめろって。だよ、うっせえな。ここは颯爽とヒーロー登場って流れだろうが。貴様ら、あれは階段の起爆装置。死ねえ。お前たち遅くなっちまったな、ルル。なんだってめろ。話せ。あんたのやったことは明確な海域航行法違反だ。観念するんだな。なんだと。エイジの虫けら風情が。弁護士を呼べ。呼びたきゃ呼べよ、おっさん。海域まで来てくれる弁護士がいるならな。終わったな。これからどうするおつもりですか。あるべき場所に帰る、それだけだ。バランにお前の帰る場所はない。好きに生きるがいい、どこへなりとも。師匠。バランに戻って待っているのは責任追及。それを分かってあの人は。覚悟の上だ。巻き込んでしまってすまない。そうじゃないだろう。謝るのなら黙って出て行ったことでしょ、ルル。ああ、そうだ。どんなに危ない橋だって一緒に渡る。そういうもんだろ、仲間ってのは。ごめんなさい。お帰りなさい、ルル。まったく、
とんでもないことをしてくれたわね。バランの船長は海域航行法違反で現行犯逮捕、グレイプニルに身柄を引き渡したわ。そして時を同じくして彼の船からバランが保有していた真相のビーコン情報が流出。ジークとキースの仕業ね。証拠を残さないのはさすがと言うべきか。バランとしても情報の保有を認めるわけにもいかず、全てはあの船長の責任ということにするみたい。知っての通りバランは苛烈な港よ。彼には相応の罰則が待っているでしょうね。結果としてはバランは本作戦からの離脱を表明。ここからは私たちだけでフェンリル本部を目指すことになったわ。まあ余計な荷物が減って身軽になったとも言えるかしら。たっぷり叱ってあげたわ。今後はきちんと相談するようにとね。体制が整い次第真相の踏破にかかるわ。いよいよ作戦は第3フェーズ最終局面に移るわ。くれぐれも頼むわね。無線がイカれたか。かなり濃いな。大丈夫？あんたたち普通のゴッドイーターにはちょっと答えるんじゃないの？いくら私たちが海域用に調整された変色因子を投与されているとはいえ、長居はできそうにないですね。まあ行けるところまでは付き合うさ。待て。なんだこいつら。エイジ、赤の女王。久しぶりだな兄貴。 お前はニール。なんでお前が赤の女王に。ニールって前に話してた行方不明になった弟さん。まずは話を聞いてくれ。ここに至るということは諸君らの作戦はほぼ成功したと言っていい。おめでとう。お前がベルナーか。いかにも。私が赤の女王の首領ベルナー・ガドリンだ。赤の女王が我々に何の用だ。仲間に危害を加えるつもりなら。手荒なことはしたくない。まずは話をさせてほしい。話？ここには我々エイジの国がある。あらゆる差別も区別も存在しない。エイジが人として生きていける場所だ。腐敗した外の世界に見切りをつけ、理想を追い求めて打ち立てた祖国だ。回覧を人為的に引き起こして回って、そこにどんな理想があるのかね。報復への衝動を抑えられず強行に走ってしまった者たちがいるのは事実だ。君たちならわかるだろう。エイジが受けてきた仕打ちを。報復に走った彼らを誰が責められよう。彼らを止めることができなかったのは私の責任だ。報復はさらなる報復を生む。だが我々はついに憎しみの連鎖から解き放たれた。安住の地を得た我々に戦う理由はない。なんでこんな海域の中で生きていけるんだ。いくらエイジだからってこの濃度じゃ長くは持たないはず。人型アラガミの細胞をもとに調整された炎色因子のおかげで俺たちは完全に近い体制を手に入れた。犬飼いの野郎か。彼の内通が露見して
細胞の供給が止まった時は焦ったがね、なんとか完成にこぎつけることができた。我らはエイジを迫害する人々を許さない。だが彼らを破滅させる気もない。我らは我らのみが生きていける楽園を築き、そこでただひっそりと過ごせればよいのだ。海域で生まれ育ち、子を育み、そして死ぬ。我ら赤の女王はその礎を築きたい。君たちの活躍は知っている。エイジでありながらグレイプニルの中で無視できぬ勢力にまで成長した。その力我らに貸してはくれまいか。ユーゴ、俺、あいつの言ってること、確かに一つの理想なのかもしれないな。来い、我らの元へ。悪いが他を当たってくれ。俺たちには果たすべき仕事がある。君はどう思う？彼と同じ意見かな。ならば待とう、諸君が答えを出す日を。フェンリル本部はこの先にある。だがそこには冥界の主が眠るだろう。ブーンを祈る。一番の上物が逃す手はねえだろうよ。いけるな。この先に俺たちの未来がある。たどり着くぞ、俺とお前とみんなで。Thank you.
追うか。
しきろ。もうちょっと。ため時かな。あれがフェンリル本部。確認できました。フェンリル本部までのルート確立、地下プラントも健在かと思われます。作戦成功です。たどり着いた。作戦成功。やっと終わった。とりあえず休みてー。オーナーおめでとう。また忙しくなりそうだな。ありがとうリカルド。本当にお疲れ様。みんなついにフェンリル本部までの航路は開けたわ。あなたたちは一度帰ってきなさい。ああ、でもその前にちょっと一休みさせてくれ。今回ばかりはさすがにくたびれた。怪奇シアラガミに食べられても知らないわよ。バカ言え。俺らは怪奇種で飯食ってんだ。皆さん、各キャラバンから作戦成功への祝電が届いています。すごい数です。見返してやったな。俺たちをバカにしてた奴らを。ああ、俺たちは自由を勝ち取った。ここから始まるんだ、俺たちの明日が。こいつらも喜んでくれるかな。これでみんなともお別れだね。帰るのか。うん、次の任務が待ってるから。でもまたみんなに会いに行く。ああ、いつでも待ってる。みんな嬉しい。なら、フィムも嬉しい。嬉しいから、抱っこ。さあ、行くか。ガキどもが港で待ってる。帰るぞ、お前ら。フェンリル本部奪還作戦は
成功とともに幕を下ろした。その夜、彼らは自らの力で手繰り寄せた勝利の喜びに浸りながら、まばゆい朝を迎えた。グレイプニルはフェンリル本部を新たなる拠点とし、人類の復権を高らかに宣言。イルダ・エンリケスはその活躍の見返りに莫大な報酬を得て自らの港へ帰還。キャラバンに属していたエイジたちもまた手に入れた報酬を元手に新たな道を歩み始めた。彼らはエイジとして初めて己が思うままに生きる権利と力を手に入れたのだ。それから1ヶ月が経過した。みんな少し変わった？そんなことねえよ。なあ、奪還作戦がずいぶん前のことみたい。みんなの仕事はあの後どう？滑り出しとしてはまあまあだろう。海域シュアラガミの情報を求める客はたくさんいる。俺らにとってはありがたいことに新たな海域種も発生し続けているしな。とはいえ危ない橋に変わりはないし、新たな収益源も探していかないとって状況だ。そっちはどうだ？グレイプニルの海域捕食作戦に進展はあったのか？フェンリル本部にグレイプニルの機能を移管して再スタートを切ったんだけどね。オーディンの本格稼働までには時間も素材もお金もかかるみたいで。グレイプニルもなかなか世知辛いな。クレアはその後どうなんだ？私はあの後ずっと内勤。総督が手を回してくれたみたい。本当なら降格か免職もありえたと思う。マジで？本部奪還の手柄はどうなったんだよ。クレアはグレイプニルで一番の功労者だろ。ふふ、ありがとう。でも組織ってそういうもんなのよ。本部への機能移管対応でずっとバタバタしてたんだけど、やっと落ち着いてきた感じ。大変だったな。お疲れ様。ありがとう。でもみんなと一緒にいた頃に比べると正直退屈で。確かに。クレア、ちょっと丸くなったか？それ太ったって意味。明らかに成長が見られるな。ちょっと、もう。はい、どうぞ。フィムも飲む？うん。はい、ありがとう。ねえ、クレア？ん？おかえり。ただいま。そろそろ時間だ。片付けて風呂、それから寝る準備。もう？せっかくクレアが来てんのに。そういう日こそ普段通りに過ごすんだよ。チェー、出たよ、相変わらずの気まじめ優吾が。お前な、こないだ夜更かししてミッション中に居眠りしたのを忘れたのか？あれは寝てたんじゃなくて瞑想してただけだから。なんか大黒柱って感じ。ちょっと暑苦しいがな。聞こえてるぞ。ほら、お前も片付け手伝え。何があった？まずはこれを見て。
ついに我々は人類に残された最後の牙、オーディンによる怪奇捕食技術を完成させた。しかしその技術を支えるのは怪奇への対抗適応能力を持つエイジ適合者たち。彼らの肉体そのものが触媒として必要なのである。触媒？オーディンに登場し怪奇を捕食すれば、その触媒となったエイジ適合者は消失する。そんな無茶苦茶な。この事実は我らにとって重く、そして慈悲のかけらもないことは承知の上である。だが人類の未来を預かる私にはこれを伝える義務がある。全てのエイジ適合者に私から私の言葉で伝えなければならない。エイジ適合者の諸君、この混迷の時代を照らし闇を切り裂く刃となれ。諸君らは人類の未来を担う英雄なのだ。すでに我々はこの地域で登録された全てのエイジ適合者の所在を徹底的に調査整理させてもらっている。その数約1000人。なんだよそれ。俺たちに死ねってことか。エイジ適合者の諸君らにはこの大陸を救った英傑として子々孫々語り継いでいくことを約束する。我々ブレイプニルは人類の未来を守るため海域捕食作戦を強固な意志で推し進めることをここに宣言する。まるで賛同しないエイジは人類の敵だと言わんばかりの言い草ね。卑怯なやり方だ。逃げ場を徹底的に潰しやがって。あなたたちの召集令状が届いているわ。オーナー、港に封鎖命令が届いています。すでに私たちの港の周囲にはグレイプニルの怪奇踏破船が多数展開されている模様。ネズミ一匹逃がさないということね。周到に準備されていた電撃作戦だったんだわ。イルダ、今まで本当に世話になったな。俺たちエイジはここを出ていくだな。ああトレーラーを何台か買い取らせてくれないか。待ちなさい、初動の判断ミスは取り返せないものよ。だがもたもたしている時間はない。エイミー、全クルーおよび港のエイジの子たちに招集をかけて、みんなに大事な話があるの。了解しました。うん。本船の乗組員にお知らせします。至急ブリッジに集合してください。作業中の乗組員は手を止め10分以内に集合してください。繰り返します。乗組員は至急ブリッジに集合し、みんな、グレイプニルの通達は聞いてるわね。この港を代表して先の通達に返答を行います。我々クリサンセマムの返答は、断固拒否。誰一人としてエイジを差し出すことはしません。本艦はこれより全てのエイジを乗せてグレイプニルの警戒網を突破、この領域を離脱します。おい、ちょっと待て。そんなことしてあんたの港はどうなる。
経済的報復か、あるいは武力恫喝か、何にせよ孤立するでしょうね。危険すぎる。何の得もないじゃないか。私の港よ。その意思は私が決める。人類の反逆者、上等よ。港のみんなの同意は得られている。うちの子たちはこんな圧力に屈するほどやわじゃないわ。ゴッドイーターもエイジも私たちも、もちろんフィムも、姿形や能力に差異はあってもここで生活を共にする家族よ。誰かを取って誰かを捨てるなんて私にはできないし、するつもりもない。何より私は自分の意思を売り渡すことはできない。自分の意思いるだ。ユウモ、あなたの意見を聞かせて。エイジという立場ではなく、このキャラバンの家族の一員として、家族の誰かを生贄に捧げろと言われて、おいそれと差し出すことができる。お前イルダ、ありがとう。俺たちはこの船を守る。どんな奴らが来ようとも指一本触れさせないだよな。私も行きます。クレア、いいんだな。今度こそ戻れないぞ。私はみんなと一緒にいる未来が正しいと思うから、みんなと一緒に行きます。メインアキュレーターからのエネルギーフロー確率、対海域核壁第1層および第2層閉鎖開始。官能レーダー、ナビゲーターと接続完了。同調率 30-60-100%。 オラクル探知システム正常。進路上の海域濃度 0.02ppm、 許容範囲内。対海域核壁閉鎖完了。船体周囲に変色場シールド展開。全システムオールグリーン。クリサンセマム発進できます。ここから先はどうあっても茨の道よ。だけどみんなと一緒なら乗り越えていけると信じてる。イルダ・エンリケスはあなたたちの決断に敬意を表すとともに、全身全霊をかけて共に歩むと約束するわ。海域踏破船クリサンセマム発進。俺驚いたんだ。正直クリサンセマムのみんなが俺たちに味方してくれるとは思ってなかった。俺たちなんかのためにって心のどっかで思ってた。いつの間にかエイジの奴隷根性が染みついちまってたのかもな。ジークやルルたちもきっと同じこと考えてたんじゃねえかな。本当に恵まれてるな俺たちは。こうなったら俺たちは何があってもこの船を守るだよな。ことなら大抵のことは受け入れる。そうは思っていたが、まさかグレイプミルに立てつくことになるとはね。悪いわね、付き合わせちゃって。
あの子たちの思いに応えたくなっちゃった。あそこで自分を曲げるような玉じゃないでしょ、あなたは。ありがとう。とりあえず時間稼ぎの情報攪乱はやっときました。港の方はしばらくは大丈夫かと。でもってアインさんの港には秘匿回線で状況を伝えておきました。手が早いのね、さすがだわ。めんどくさい仕事は後回しにしたくないたちなんでね。いつもそんな役回りばかりでごめんなさい。私はあなたに頼ってばかりね。あなたにはあなたらしくかっこよくいてほしい。俺の望みはそれだけです。リカルド。ま、こういう後悔もまた新鮮でありってことで。どうせなら楽しんでいきましょう。ええ、よろしくね。次の目的地はアインさんの港でしたよね。ええ、航路はどう？グレイプニルの勢力が検問を張っている可能性を鑑みると、この状況での選択肢は一つ、山越えのルートですね。山越えのルートって、それって禁忌指定されている航路じゃ。問題ない、俺たちがいる。グレイプニルとドンパチやるよりは気も楽だしな。思い出した、エイジ食いだ。エイジ食い？この航路が禁忌指定される原因となった海域種です。エイジを必要に狙う性質を持っていて、グレイプニルでもずっと問題視されていました。エイジ食いに遭遇したキャラバンはいずれも搭乗員のほぼ全てを失っています。なんとも物騒な話だな。その最後の航線記録がこの辺り、ちょうどこの船の取ろうとしているルートと重なります。マジかよ、どんな化け物なんだか。だが行くしかない。ああ、引く理由にはなんねえな。この程度の危ない橋はいくらでも渡ってきた。だよな。変わらないですね。ああ、相変わらずクレイジーな船さ、ここは。そういうわけだ、イルダ。時間がない。行こう。わかったわ。エイジ食いに遭遇しないことを祈りましょう。各地の港でエイジによる武装蜂起が起きているわ。さらにはそのエイジたちが赤の女王に集まっているらしくて、これまで散々な目に遭わされて、挙句の果てに生贄だもの。当然よね。問題はそれだけじゃないの。エイジが自らを犠牲にして海乱を起こす事件が多発しているの。エイジの体内にあるオラクル細胞を強制的に暴走させ、海域を活性化させるバランの技術。その技術が闇ブローカーを介して広まっている。前から一部の過激派がグレープニルを襲撃する目的で実行に移していたことはあったけど、今はあらゆるエイジが犯行のために自爆行為に手を染めている。追い詰められて仲間を、家族を守るためにね。誰もが手を取り合わなきゃいけない時に、私たちは何と戦っているのかしら。さっきの場所、何かの実験とかしてたのかな。エイジの腕輪が落ちてたんだ。半端じゃない数の。周りには機械みたいなパーツが落ちてて、すげえでかい足跡が続いてた。あれはオーディンとかいうやつの足跡なのかな。
ああ、多分。俺さ、弟だったらどうしようって思って。けど、弟のじゃなくて、正直ホッとして、よかったって思っちまった。くそ。ああ、そうだな。一体この先どうなっていくんだろうな。